はい、いつもありがとうございます。炭酸生態のアンジです。今回はですね、この健康寿命を伸ばす活動ということで少しだけお話ししたいと思います。いつもですね、動画を見ていただき本当にありがとうございます。今回ですね、僕改めてちょっと動画配信したいと思ったのはですね、今僕がやっている老化予防とかですね、健康のアイデアとかですね、そういうことで、体の痛みであったりとかですね、美容に関するヒントとかですね、そういう配信をしております。でそこでですね、僕が最近やっている、施術以外で活動している中でですね、スポーツクラブとか、水泳の大会とかもそうですけど、水泳教室とかもそうなんですけども、僕はですね、やっぱ健康寿命というものにすごい意識して施術とかやってるんですね、治療院でも。でもですね、なおさらこの今までのですね、僕はこの8月から活動して、本格的に対外活動してるんですけど、そこでですね、もう何百人と、年配の方であったり若い方ももちろんそうなんですけど、僕活動した中ですっごい思ったのが、やっぱ健康寿命で伸ばさなあかんなと思ったんですね。で僕いろいろやっぱそういうことをするためにいろんなものを調べていく中でですね、寿命っていうのはですね、やっぱりお亡くなりになる寿命、平均寿命というのがあって、男性が80歳ぐらいなんですね。 80.98、 まあ81歳ぐらいですね。で女性が87歳、 87.14 なんですよ。これが寿命ですね、男性女性なんですね。でこれがですね、いわば一般の寿命といわれる、平均寿命といわれるものなんですけども、これに引き換えですね、健康寿命というのがですね、男性がですね72歳、 72.14、 女性が74.79、まあ、75歳ぐらいなんですけども、これ全然差があるじゃないですか。結構お年寄りの方にね、施術させてもらっている方々に聞くと、ピンピンコロリとか言って、ピンコロしたいねとか言って言われるのよくわからなかったんですけど、やっぱり元気な状態で死ぬときはもうさっと死にたいねみたいなこと言われるんですけども、でおそらくなんですけども、あなたも私もそう思ってると思うんですね。痛い思うし死にたくないっていうのが、これ人間の差だと思うんですよ。で僕もですね、それは今すでにですね、50手前でもね、やっぱりそういうの思ったりするし、これから40代の方もですね、やっぱりこういうデータを見ることによって不安というものがあるんですね。不安だからこそ健康意識を高めたりとか、もちろん美意識もそうですし、食べることとかその生活の質を上げようとしてるわけじゃないですか。で僕はそこをですね、もっともっと発信していってですね、少しでも1日でも1年でもこの平均寿命よりも健康寿命が平均寿命に近くなっていきたいという活動をしたいと思っております。でそれでこそ僕動画も配信してるんですけど、もっともっとね、質のいい、ね、動画を撮っていきたいなと思っております。なので僕もですね、いろんなその炭酸生態の先生とかのコラボしたりとかですね、いろんなそのあなたにですね、有益な情報をどんどん配信していきたいと考えてるんですけども、僕がなぜこういうことを考えたかというとですね、やっぱりさっきも言いましたけど、不安なんですよね、みんな。結構不安なんです。老後が。はい。老後が不安っていうことはですね、これメンタル的にですね、良くないことなんですよ。で、このメンタル的に良くないことがいろんなことになって、このストレスっていうことになるんですね。で、僕はですね、このストレスをゼロにする、体ストレスですね。体のストレスをゼロにしていくっていうことをミッションでやっていこうと思っております。まあ、健康寿命を伸ばすために、どういうことかっていうことということを掘り下げて、僕はちょっと今回コミットするためにもこの動画配信してるんですけども、この体ストレスゼロっていうのをですね、僕はキャッチコピーでやっていきたいと思っております。この体ストレスゼロっていうのはですね、やはりその見た目もそうですし、体の不調ももちろんそうなんですけども、この不安っていうのを解消していきたいわけなんですよ。で、きっとですね、これ見ている方は、この寿命と平均平均寿命と健康寿命のこの差っていうのを聞くと、実際ですね、やっぱり72歳、男性が72歳になってですね、80歳で平均寿命を、人生を終えようとした時にですね、この8年間どうしてんだってことなんですよ。それがですね、やっぱりいろんな不安をかき乱てるわけなんですね。例えば病院で入院して寝たきりになったりとかですね、介護してもらわないといけないとかですね、自分の足でゆっくり自分の足で歩くこともままならないとかですね、そういうネガティブなことばっかりこう想像していく時代、世の中が僕は大嫌いなんですよ。なので僕はですね、常に、この健康寿命を伸ばしていくんだっていう活動をしていくために、これからもですね、ずっとスポーツクラブに行ってですね、僕と出会って人生が変わる、僕と出会って考え方が変わる、例えばですね、僕とサンサンスプレーを使って、あ、こんなことがあったんだ、こういう体の変化があったんだっていうだけでも、僕はですね、
大きな人生の大変革の一歩だと思ってるんですね。それを僕はですね、一つ一つ自分の人海戦術でやっております。この中にも全部僕炭酸生態のね、仲間の先生が、まあ、90人ぐらいいてるんですけど、そこでやっぱアクティブに動けるっていうのはやっぱ限界があるんですね。僕大阪なんで、今大阪の地区だけでやってますけども、これから関東に行ったりとか他の地域にも行く予定なんですけども、そういうですね、やっぱり僕らの整体院だけじゃなくて、そういう自分たちが出向いて健康寿命を伸ばしていこうじゃないかという活動なんですね。で、僕はですね、これをやっていくために、将来健康で悩む人をゼロにするということなんですね。やっぱりですね、これも大きな目標なんですよ、僕は。実際ですね、やっぱ健康寿命を伸ばしていって、人生を楽しく終えていってほしいというのがあるんですね。それは 僕もそう思ってるし、多分きっと僕が思ってるっていうことは、多分世の中の人ですね、ええわ、こんなの、もう死ぬやつ死んでええわみたいなことを言うてるのは絶対嘘なんですよ。これね、僕が思ってるっていうことは人間ほとんどそう思ってるんじゃないかなと思うんですね。健康で、一生を得たい、人に迷惑かけて死にたくないとかですね、それこそ本当に健康寿命を伸ばしていくための必要なことじゃないかなと思うんです。これ結構結構ですね、74歳から87歳、もう12、3歳じゃないですか。これ一生その最後の後悔しかないんじゃないかなと思うんですね。やっぱりあの時ああしたよかった、こうしてこうしたよかったっていうことを聞きたくないんですよ。僕はですね、そのために自分が動けるとこ動いてですね、活動していこうと思っております。今はですね、僕は企業と提携してるんで、1000店舗のスポーツクラブに行くことは決まってるんですけど、今からこれどうやって行くかっていうのは全然まだこれからの計画段階なんですけども、今月もですね3店舗行ってます。今月も3店舗行くんですけども、これが、3店舗が1ヶ月と僕の限界としてはですね、1年間で行けるとこって36じゃないですか。結構これハードで、僕1人で1年で36店舗しか行けないわけですよ。1000店舗あるんですね。30倍いるんですね。だから今僕たちが活動している中で30倍必要なんですよ。で、僕がですね、これあえてちょっと動画で配信させてもらったのは、あなたがですね、この動画を見ている、方でですね、あ、こういう知り合いの先生に僕の動画を見せて、あ、こういう考えのしてる先生がいてるけどとか教えてくださいって紹介してほしいわけなんですね。僕のこの理念であったり、僕の思っていることをですね、共感できる先生っていてると思うんですよ。これいてなかったらこれ治療かかっていう話なんですけども、やはりですね、健康寿命を伸ばしていこうというのが僕の強い思いなんですね。で、健康寿命を伸ばしていくために自分の施術院だけではなくて、他にも行って、いろんな人にその痛みを取ってもらう、痛みの取り方をお伝えするっていうことなんですね。セルフケアでなんとか自分の体をできるレベルまで僕は持ってきたと思ってるんですよ。で、僕今言ったですね、年間で36しか回れないところを、僕みたいな人間が30人いたらですね、そこで30倍ですね、30倍になったらですね、もっともっと救える人が増えるんじゃないかっていう、その計算なんですよ。で、今僕が言ってる、あなたがですね、見ている周りのその知り合いの整体の先生、整骨院の先生、エッセの先生でも、そういう健康に携わる先生方がですね、もしあなたの周りにいるんであれば、僕の動画を見てもらって、いわばですね、僕と一緒にこう理念共有をした人が一緒に僕とですね、そのスポーツクラブに行って、健康を届ける活動をしてほしいと思っております。もちろんですね、何ですか、僕の動画を見てですね、共感してくださっている先生確かにいてるんですよ。で、僕もですね、そういう方々と一緒に活動していきたいですし、何ですかね、そこからその治療院だけじゃなくて、枠組みじゃなくて、日本を取り囲むというか、日本を全体に視野に入れたとかですね、今後はその世界の方にも向けていきたいと思ってるんで、できたらですね、その健康寿命を伸ばしていく活動を一緒にやってほしいと思っております。それをね、知ってる方を紹介してほしいということと、あとはですね、僕の動画を見た方がですね、僕の動画を他の人にこう触れるため、僕の動画を知ってもらうためには、いいねのボタンと、あとはポジティブコメントがすごい必要なんですね。で、これですね、ポジティブコメントがあればあるほど、YouTube のそのアルゴリズムっていうのがですね、僕の動画をですね、関連動画で横に出やすくしてくれるんですね。もしあなたもですね、僕のこの、あ、これ、アンジーさんいい活動してるなと思ったらですね、ポジティブコメントを、ね、たくさんいただけてですね、いいねのボタンもぜひいただけたらですね、僕はすごい喜びますんで、喜ぶというかですね、あなたのそのボタンがですね、もしかしたらあなたのそのボタンがですね、健康寿命を伸ばす活動の一歩
協力していることになると思うんですよ。ぜひですね、あなたもですね、このボタンをポチッと押すだけで結構ですので、僕のですね、こうやっている、やっていきたいところ、やっていきたい活動ですね、ちょっとお力を貸していただきたいと思います。ぜひですね、この動画をですね、こう、ご覧になっている方々はですね、きっと健康寿命を上げていくことに対してですね、何の違和感もなくて、どんどんやってくれって言われると思うんですけど、ぜひですね、そういうコメントお待ちしておりますんで、またよろしく、これからもよろしくお願いいたしたいと思います。また感じましたけども、またですね、これからもですね、有益な情報を配信していきますんで、よかったらですね、また今後ともですね、この動画チャンネルをよろしくお願いします。ではまたですね、次回お会いしましょう。さよなら。